瓦礫通りはスラムの西の方、モンスター避けの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。も気を抜けねえ。小さな物音も気になる。協力者を選定中。クエッチの言ってたやつか。エンディア？でけえ剣だな。ティファちゃん、気をつけてな。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。ゴミもモンスターも増える一方。すごい、これがソルジャーの戦い方。ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さて、これはスラムの心得何番？覚えるのか。ここで暮らすんでしょ。さ、もう一息頑張ろう。そろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか、すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビックスたちのところに戻ろう。ルキア元、自分に合う武器は瓦礫通りのモンスター。倒されたってよ。もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あっ。
何でもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。あとも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば？必要ない。武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ。行くだけ行ってみよう。瓦礫通りのモンスター根こそぎ倒されたってよ。悪いことしたら容赦しないわ。子供たちに憧れだって言われるのよ。何でも屋にやらせてみるか。やつが悪いの。本当に強いの？おい、あんた、どんなモンスターも倒す何でも屋なんだって？早速評判になってるみたい。だとしたら？さっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったらそいつを使ってくれよ。詫び代わりだ。強えやつが使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ああ。どうだ、他のも見ていかねえか。見るだけだ。また寄ってくれよな。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。回転なんでも屋なんだって。今月2が出たよ。見て見て、協力者を選定中。最新のモンスター討伐数だよ。やあ、ティファ君、困りごとかい？いえ、協力の助っ人を紹介したくて。なんでも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。体験を背負いながら呼吸を乱さない心肺機能、金星の取れた筋肉と骨格、想定外の逸材です。僕はチャドリー、シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力ください。まずは手付金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。それで新たなマテリアを開発できるのです。シンラの仕事ならお断りだ。僕はささやかながらシンラに反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアはシンラに対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。俺は本当に切る。つまりそれまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。
お、ティファちゃん。そいつ、何でも屋始めたんだって？ああ。だったら、化けネズミどもを倒してくれ。奴らめ、ウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて、信用ガタ落ちだ。あんた、今笑ったな？口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。化けネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。化けネズミのくせに仲間思いなのかもな。イカス曲だろ。気に入ったならほらやるよ。イカス曲だろ。この土管通りなら表の店じゃ見つからねえものも売ってるよ。いらっしゃい。おや、珍しいお客さんだ。さては買い物じゃないな。あんたが噂の何でも屋だな。まあ、あんたならやれそうだな。タラが廃工場の羽トカゲども片付けてほしいんだ。あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で。引き受けよう。ありがとうよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。自警団のメンバーだ。じゃ、早速準備していくよね。高級な神羅製品揃ってるよ。他じゃ手に入らねえ非売品だ。おい、このシミは血の跡か。おっと、商品を譲ってもらうときに間違ってついちまってたんだ。気をつけろ、価値が下がるぜ。仕入れ業者に言っとくよ。最近この先の空き地にでけえネズミが住み着いたらしくてよ。ちゅうちゅううるさくて困ってるぜ。化けネズミはすぐには来ないな。どうしよう。待つ？あ、そうだ。アイテム屋さんに途中経過を報告しようよ。おう、ビビって帰ってきたか。聞いてるぜ。ウェアラットは倒したってな。だが、俺の依頼は化けネズミだ。やる気があるなら、化けネズミ退治を続けてくれ。ほら、そろそろ出てくるかもだ。今度は逃げ出すなよ、なんでもや。
が出る。これだ。悪いな。油断したな。連携しよう。よし、やっちゃおう。手堅く行こう。そこ、やり、ワッ。倒してくれたってな。ありがとうよ、二人さん。化けネズミ騒動で店はすっかり閑古鳥だったが、いいことを思いついたんだ。化けネズミどもを一掃した凄腕の何でも屋お気に入りの店として宣伝すれば、どう思う？いけそうだろう？どうだろう、何でも屋。商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ。いいね、いいぞ。セブンスヘブンと何でも屋、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。うまくいったね。何でも屋きっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？手伝って欲しかったのに。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって。本当？あのね、友達の特徴は手足が長くてスリムでスタイル抜群。好きなのはご飯があるところとか、おやつをくれる人がいるところとか、あとは隙間。友達は猫の兄弟だよ。猫探しか。3匹とも人懐っこいから声をかければ寄ってくるよ。絶対連れて帰ってきてね。サミキは人が集まるところが好きだよ。よくスラムの入り口で遊んでもらってるみたい。俺に危ない犬が出たんだよ。新しい依頼を頼むよ。俺には無理だ。危ない犬、どうにかしねえと。アイテム屋から君の話を聞いたよ。協力ありがとう。君の腕前は本物だね。その力をもっと貸してほしいな。実はまたモンスターが出たんだ。
桁外れに凶暴なガードハンド。知ってるよな、進路の軍用犬だ。瓦礫通りで目撃されている。頼めるだろうか。引き受けよう。助かるよ。俺らじゃ歯が立たないんだ。頼んだよ。不愛想なやつ。調子に乗るな。油断したな。覚悟はいい。まだだ。砕ける。えっ、畳みかける。出らっ、いちつけ。頼んだ。よし、やっちゃおう。もう役に立つところを見せておかないとね。集中していく。行くよ。
これくらい。ここからだよ。そこ。よろしくね。俺が出る。仕上げだ。まだまだ。続け。そっちは任せ。頑張るね。フォローは任せて。やっ、向かってきなさい。さあ当てる。うっそ。ここからだ。連携しよう。私に任せて。ここは慎重に。下がっていい。やってくれたか、はあ、ありがとう。あれはシンラから逃げ出した新種だと思う。あいつが問題になったのはいつ頃だ。そうだな、情報が入り始めたのは今朝になってから。つまりどういうことだ。もしかしたら7番街スラムの地下にはシンラの研究所があるらしいな。いや、どうだろう、聞いたことがない。ちょっと鎌をかけてみた。申し訳ない。巨大な組織だ。俺も知らないことが多い。ああそうだな、倒したんだ。それでよしとしよう。喧嘩売ってんのか、あれ？猫の鳴き声しなかった。近くにいるのかも。
金ってもん覚えろ。スラムでも底辺にいる俺らに説教すんの？故郷に。なんだろう、ちょっと行ってみる。アイウェイが崩れた。ネズミの巣にならずに済むわ。いい子なんだ。何だよ、寄せ来るな。おとなしくしろ。話しやがれ、シンラのいるっころ。黙れ、ジネズミ。チー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 、どうしたの？シンラの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、ほら、ああいう性格だから。魔鉱炉の爆発絡みだろ。ジョニーのやつがいつもみたいに怒られて釈放ってわけ。アバランチなのか？違う、ジョニーは私たちがアバランチだとうすうす気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え、でも今日は世話になったからな、礼だ。ありがとう、行こう。私たち巻き込まれたりしない？軍相手に。もげな、腕がもげな。そんなに引っ張るなって。暴力反対。クラウド、あそこに隠れよ。何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだよ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。お、まさかジェシー、あのポニョテールか。ははID は引っ掛けだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん？なんだお前は、仲間か？なんだ、誰かいるのか？あ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら、暴れ！どういうつもりだ。もうやるしかないのね。これでどうだ。このまで。どけ、沈め。そこ渦巻け、攻めるぞ。連携しよう。私に任せて。それ、さあ当てる。はあ、決めてく。じゃあ、じゃあね。あ、なんだ、終わったのか。おい、誰がいるのか。ジョニーを、いるな、助けてくれ。どうしよう。口を封じる。ん？おい、おい、ダメ。お前、やめてくれ。死にたくなかったら町を出ろ。は、はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。
士が起きちゃう前に離れよ。ジョニー、大丈夫かな。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。うん。どうした。クラウド、やっぱり変わったね。どこが。例えば、うん、その目。前はもっとソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。これからどうする。店に戻る、それとも何でも屋続ける。